か。小学校4年生の時に始めました。それからずっとされてるんですか。それからずっと、ちょっとその大学時代は選手から離れてましたけれども、また社会人になってからサッカーやりたいという気持ちがまた再びついたので、またやりたいと思うようになって今続けています。またやりたいと思ったそのきっかけっていうのは何なんですか。は、選手から離れることでいろいろ見える部分もありましたし、その中でやっぱりこうどれだけこう自分の中でどんだけのことできるかっていうことを確かめたくて、それをやっぱりプレーの中でやっていきたいと思って再びサッカーを始めるきっかけとなりました。そのグラウンドでキーパーって孤独じゃないですか。はい、そうですね、そういう部分もすごく思っていることはありましたけれども、ただそのゴールキーパーとしてそのチームの中で一人の役割をしっかりと全うできるということがすごく面白いと思いましたし、やはりどういった声をかけるかということも意識するようになりましたし、やっぱその中でこう連携を取って守備ができるということが、やはりこの年になってこうサッカーが面白いなと思うようになりました。ゆくゆくは地域から愛されるようなチームになっていけたらと思いますけれども、まだまだ活動を始めて間もないチームなので、トップチームの選手としてまず日頃からできること、あとは中学生小学生もいますので、その中でどれだけ手本となれるかということを意識して日々過ごしていきたいと思います。